アイテム番号 SCP-724JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-724JP 湧き出し口の周辺 3km を封鎖し、カバーストーリー、有毒火山ガス噴出地帯を適用して一般人の侵入を防ぎます。SCP-724JP 湧き出し口周辺を写した航空写真及び衛星写真は適宜介入、編集し、SCP-724JP 周辺の財団の研究施設の存在が一般人に漏洩することを防止してください。SCP-724JP から流出する水を財団の浄水施設へと誘導するように水路を建設します。浄水施設で強酸の中和及びタンパク質のろ過が完了した水は、異常性のない他の源泉に接続された水路へと排水されます。SCP-724JP 湧き出し口は定点カメラで24時間体制で監視してください。SCP-724JP 入り口から500メートル離れた地点に SCP-724JP 調査チーム本部を設置し、多数の SCP-724JP、一が SCP-724JP から同時に出現した際の掃討任務を担当する。機動部隊 U、2、ゆやの番台を常駐させます。SCP-724JP、1を取り扱う際は必ず耐酸性の用具及び防護服を使用してください。研究に必要なだけの個体を調査チーム本部に設置されている耐酸性の特殊生物培養層へと収容し、それ以外は火炎放射器を用いて焼却処分します。SCP-724JP、1は活発に増殖を行うため、その都度不必要な個体を焼却します。追記、3ヶ月に一度、SCP-724JP 内部に紫外線照射装置を搭載した遠隔操作型の水中探査機が投入され、内部の SCP-724JP、1個体数の削減が行われます。説明 SCP-724JP は群馬県、郡に存在する、温泉の源泉の一つ、及びそれに注ぐ水路となっている全長 1.78km の洞窟を指します。画面奥に向かって移動中の SCP-724JP、1。SCP-724JP の湧き出し口からは、不定期に全長20、30センチメートル程度の不明な種類の多核単細胞生物、以下、SCP-724JP、1、が出現します。一度に出現する個体数は平常時は1体と大きなばらつきが見られ、出現時にすでに死亡している個体も散見されます。SCP-724JP、1は白色サーモンピンクの色彩を帯びた球状またはラグビーボール状の身体を持ち、表面には3箇所の目点が存在します。細胞内骨格の本数、太さ、強度が通常の微生物のものを大幅に上回っていることにより、身体を支えることが可能になっています。SCP-724JP、1は転がって移動します。適当な位置で岩盤に吸着し、大量から塩酸、硫酸、硝酸の混合物、割合は一定していません、を分泌することで岩盤を溶解させ、付着している微生物を岩盤ごと消費しています。SCP-724JP、1は10から15日に1回の頻度で分裂を行い、増殖します。細胞核内には2本鎖 DNA で構成される染色体が存在しますが、これには個体ごとに異なる位置に複数箇所の切断及び損傷があり、分裂する際にも染色体不分離などによる変異が常に発生しています。SCP-724JP、1は物理的な衝撃と低ペーハー環境に対して高い耐久性を持ちますが、火炎や紫外線、アルコール等の一般的な殺細胞手段を用いることで容易に無力化が可能です。SCP-724JP から流出している水の成分はもともとは、温泉に存在する他の源泉と近く、硫化水素を含む硫黄泉でした。SCP-724JP は、1970年までは、温泉で実際に利用され、山奥の秘湯、として一般客にも開放されていました。しかし、同年からアルブミンをはじめとする多種多様なタンパク質が混入するようになって水が白濁し、同時にペーハーの異常な低下が発生して人間が利用できない状態となったことが財団の注意を引きました。財団が SCP-724JP の調査を開始して、日後に SCP-724JP-1 の最初の出現が確認されたことにより、財団は当該オブジェクトの収容及び一般社会からの隠蔽を開始することを決定しました。カバーストーリー、火山活動の活発化を適用することにより SCP-724JP を平等とし、周辺の土地を財団が買収しました。
収容されてからも、流出水のタンパク質濃度の増加と pH の減少は緩やかに続いています。SCP-724-JP の内部空間は湧き出し口付近の最も狭い区画で直径 35cm 程度であるため、直接人員を投入しての探査は不可能です。探査記録&アンプ、事案記録2000年に、十分な出力を持った自動推進機構と対腐食性の装甲を有する最新型の自立小型水中探査機が完成しました。これを用いた SCP-724-JP 内部の探査実験が計画され、2000年、月、日に実行に移されました。ところが、探査機が SCP-724-JP の素事用を開始してから1時間52分の地に、SCP-724-JP 湧き出し口から総計、体の SCP-724-JP、1が1列に並んで互いに結合した状態で出現しました。SCP-724-JP、1軍隊は財団の浄水施設へ突入し、ろ過装置のフィルターを突き破りました。研究チーム本部に駐留していた機動部隊により、軍隊は戦闘の数個体を除いて収容されました。破られたろ過装置のフィルターに、圧力により破壊された状態の探査機が引っかかっていました。以下は探査機から回収された映像記録です。映像記録、724JP、2000年、月、日。記録開始、000000、探査機が SCP-724JP 湧き出し口へと投入される。000355、探査機は狭い水路を素事用中。水の透視度が極めて低く視界不良。水路は鳴く湾曲した直径 50cm 程度の円筒状であり、完全に水で満たされているようである。001034、SCP-724JP 湧き出し口より 360m 地点と推測される。水の流速が下がり、探査機の周囲が一気に開ける。髪型に水面が存在することが確認できる。探査機が浮上を開始する。001108、探査機が水面まで浮上。地底湖が広がっているように見える。天井の高さはおよそ5メートル、地底湖全体の長さは380メートルと見積もられる。天井の大部分は硫黄の結晶で覆われている。001155、探査機は再び潜水する。001333、探査機が地底湖の底に到達する。水深はおよそ23メートル。水底には白色、アワベ2色の球体及びそれが潰れたような形状の物体が多数確認される。SCP-724-JP、1及びその死骸と推測される。001628、探査機が水面近くまで戻り、地底湖の反対側へと進行を開始する。002401、湧き出し口から740メートル地点。流れが地底湖に継ぎ込む地点へ到達。直径1メートル前後の横穴で、水で満たされている。SCP-724-JP、1個体が横穴の奥から流されてきて、地底湖の底へと沈んでいく様子が撮影される。002438、探査機、横穴へ突入。003022、探査機が再び水路を遡る中。途中、流されていく SCP-724-JP、1と複数回すれ違う。005658、探査機、水路の最奥部に到達。湧き出し口から1600メートル地点。髪型に裂け目のような形状をした狭い水面が確認される。005813、時点の映像。005813、探査機が水面に到達する。縦に長い空洞が広がっており、正面に高さ25センチメートル程度の石段がうず高く積み上がっている。水は石段を滝のように流れ落ちている。推進モードを滝上りに変更。010045、探査機は跳躍を繰り返すことで一つ目の石段の上へと移動する。探査機の足元に、石段の面積のおよそ 40% を占める網目状の空間以上が広がっており、そこから水が別の空間へと流れ落ちていく様子が映される。探査機は空間異常を通過できず、ポータルの真上に立っている状態である。010233、探査機は石段の2段目へと登る。別の空間へと流れていく水が追加されたため水量が大幅に増加し、探査機はその場に留まるために跳躍機器裏側のスパイクを起動させる。周囲20数体の SCP-724-JP、1が存在し、石段の各所を溶解させているのが観察される。010734、探査機は5段目まで登る。登る前に SCP-724-JP、1の個体数が増加していく。011220、
探査機は7段目。石段の大部分が溶解しており、足場が悪く素地用が困難になってくる。溶解した石段のかけらをサンプルとして回収。011948、探査機が最上段に到達する。湧き出し口から1780メートル地点。正面に直径1メートル程度の不透明の円形をした空間異常が存在する。空間異常からおびただしい量の水が絶え間なく流れ出しており、ポータルの円に1個体の SCP-724-JP-1 が引っかかっている。012020、探査機が空間異常と接触するが、内部に入ることは不可能であった。012112、探査機、機関を開始。石段を飛びぶりていく。012143、探査機周辺の SCP-724-JP-1 が同時多発的に分裂を開始する。012204、分裂を終えた SCP-724-JP-1 が空洞の再下段に向けて転がり出し、集合及び軍隊の形成を開始する。個体数は少なく見積もっても1000体以上。012235、集合する SCP-724-JP-1 群に探査機が巻き込まれ、映像が途絶。記録終了。探査機が回収した石段のサンプルを解析したところ、タンパク質を活発に分解する基地の細菌がまばらに付着していました。空間異常から輸入してくる水に含まれる豊富なタンパク質を分解して繁殖し、空洞内の SCP-724-JP-1 の主要な食料源になっているものだと考えられています。水が硫化水素を含有していることとは対照的に、硫黄細菌の存在は確認されませんでした。タンパク質を分解する細菌に関しては、浄水施設のフィルターの改良のために組み込まれ、活用されています。探査を行ったことと SCP-724-JP-1 が軍隊を形成したこととの関連性は明らかになっていません。ホイ 1SCP-724-JP-1 の繁殖速度と寿命から計算を行った結果、SCP-724-JP が放置された場合、20年には SCP-724-JP の大部分が SCP-724-JP-1 及びその死骸で閉塞し、内部の水圧上昇による SCP-724-JP 全体の崩壊、並びに想定外の地点からの突発的な水の噴出による二次災害が発生することが予想されました。これを受けて大規模な SCP-724-JP-1 駆除作戦を行うことが計画され、実行に移されました。SCP-724-JP 内部が可燃性の硫化水素に満たされており火炎放射器が使用できないため、駆除活動は紫外線兵器を用いて実施されました。作戦は一定の成功を見たために収容プロトコル内に組み込まれ、現在、SCP-724-JP 内部の SCP-724-JP-1 個体数は、から、体の範囲内に保たれています。ホイ2万、2010年から、SCP-724-JP から流出する水にヘム鉄を含む構造を持つタンパク質が混入するようになり、水色が黄色から赤サビ色へと変化を開始しています。SCP-724-JP を構成している岩石に鉄は含まれていないため、空間異常の上流から輸入しているものと予想されます。財団の浄水施設の処理能に問題は生じていません。ホイ 3SCP-724-JP 新王部と接続している2カ所の空間異常の調査が進行中ですが、SCP-724-JP 側から異常の内部に侵入することが不可能であるために難航しています。上側の空間異常から輸入する水から細菌によってタンパク質が除去され、下側の空間異常へと流出するという構造になっていることから、SCP-724-JP 新王部そのものが一種の水質浄化機能を果たす機構として存在するのではないかという説が提唱されています。この説が正しいとする場合、SCP-724-JP-1 増殖による SCP-724-JP 新王部へのダメージがもたらすタンパク質分解能の低下が、空間異常の接続先に何らかの影響を及ぼしている可能性が高いと推測されます。ホイ2の事象がこの影響によって発生しているものであるかどうかは現在確認中です。SCP-724-JP の保全を目的として SCP-724-JP 内部の SCP-724-JP-1 を根絶すべきであるとの意見も上がっていますが、現時点では判断は保留されています。